マイケル・ベネットはアメリカ合衆国のプロレスラー。マサチューセッツ州サウスボストン出身。妻は女子プロレスラーのマリア・ケネリス。2002年プロレスラーデビューを果たす。2007年1月5日、ブライス・アンドリュースとのタッグチームザメトロメンを結成。チャンキーバット・ファンキーが保持する TRP タッグチーム王座に挑戦。勝利。ベルトをダッシュする。 2008年1月11日、ローに初登場。レッドタイタスと対戦。勝利。2014年5月17日、ローと新日本プロレスの合同工業である、ウォー・オブ・ザ・ワールズにて、棚橋・博ロと対戦。最後にハイフライフローを決められ敗戦。7月、アダム・コール、マット・ハーディー、マット・ターバン、マリア・ケネリスといったメンバーでキングダムなるユニットを結成。 8月10日、新日本プロレスの GE1 クライマックス24にて、アダムコールと組み、セコンドにマリアを従えて出場。重心サンダーライガーキャプテンニュージャパンと対戦。最後に自身がパイルドライバーでキャプテンニュージャパンに決めて勝利。10月10日、交際関係にあったマリアと結婚。11月22日。 新日本プロレスのワールドタグリーグにマットターバントのタックでエントリー。4勝3敗の戦績で予選落ちとなる。2015年3月1日、ローのウィナーテイクスオールにてジアディクション、カール・アンダーソンとサンウェイマッチで対戦。最後にアンダーソンをホールして勝利。12月18日、フィナールバトルにてウォーマシーンと対戦。敗戦して王座陥落となった。 また、この試合を最後にマリアと共に、ローから退団。12月29日、マリアと共に、ティネと契約を交わったことを発表。ミラクルなるプロモーションを展開。2016年1月5日、インパクトレスリングにて登場。2017年4月18日、WWE にマリアと共に契約を交わし入団。6月18日、 マネー・インザ・バンク2017にてマリアと共に登場を果たす。マイク・ケネリスを名乗り、マリアは WWE に戻ってくるまでに最高のパートナーを見つけたと宣言。接吻を交わした。7月11日、スマックダウンライブにてバックステージでサミ・ゼインに一方的に謝罪を要求し、マリアが過敏でゼインに殴り、因縁をつける。同月18日、 サミ・ゼインとの対戦でデビュー戦を行う。終盤にゼインにエクスプロイダーをイらい窮地に陥るが、セコンドのマリアのアシストを受け、最後にサモアンドライバーを決めて勝利した。パイルドライバーロー世界タッグ王座、IWGP タッグ王座、ありがとうございます。